すいません。なんとまたお刺身です。イエーイ。もう本当にね、お刺身が食べたすぎて、晩ご飯です。多分これは あと今日はさっき8月11、12に用のクイズを作ってました。でもまだ30問ぐらいしかできてない。でもね、意外とね多く見えるんですよ、30問だけでも。ラッキー問題もあります。でもめっちゃ簡単にしました。
それは何年か自分も分からんかも。確かに。卒業証書で読んだかも。令和6年なんとかなんとか。知らん間に令和になって6年経った。あ、ピンポンとブーのやつ忘れてました。なんとかします。まだ日付があるので、日にちがあるので。花だれの東京公演楽しみ。自分出るんか分からん。どうなんやろ。出るとしてもいつものポジションじゃない気がする。もし出るってなったら分からんけど。なので来てくださいとは言えないですね。不明。
香川もどうなんやろ。四国勝手に四国の公演は出たとして、花だれ公演は出るか分かんないです。どうなんやろ、本当に知りません。分からん。そのちゃんとした確定した確定してないっていうか、何も知りません。え、メンバー出てないもんね、だって出演メンバーみたいな。チークめっちゃいい感じだってねえ、てっけ名前わからないんですよ。でもめっちゃ韓国で有名なやつ。あ、フィー、こちらです。可愛くない？これ爪の今の色と一緒なんですよ。ほら、めっちゃ美味しい匂いがする。ヨーリーナじゃなくて、なんかもうこういう入れ物の駄菓子なかったっけ、何やったっけ、ヨーグレットじゃなくて、何やったっけ、そのに、あ、モロッコヨーグルだ。モロッコヨーグルの味じゃない、匂いがします。似てない？見た目も。お刺身を食べてます。タイ
うわ、鯛めし食べたい。わかる？ここの部分まで食べるの食べますよね。中身まで。ルイボスティーです。この氷入れすぎたらこうやってうわーってなる。ティフのアイちゃんダンスが綺麗でかっこよくて見て楽しかったです。ありがとうございます。めっちゃ暑かった。もうめっちゃ暑かった。本当に水まきしたいぐらい暑かったみんなに。で、物販一番最後に行ったんですけど、なんか4つぐらいに分かれて4人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 でもう帰ってた人いますよね多分。なんか告知しないんですかって聞いたら、まあ、告知できないらしくて。めっちゃ暑かったよね。ね。何時にこのメンバーが行きますみたいな告知ができないらしくて、なんかたまるからみたいな。うん、言った方が良くないと思ったけど。大変。外って
ね、告知した方がいいよね。まあ、分からんけど、どうなるんやろ今後は。イエーイ、完食。こんばんは。全然今日のガジュマル送ってないめっちゃ成長しました。じゃーん、こちらにもいます。生命力の強い人を対象とした物販エリアだったような気がします。確かに。暑すぎたよね。模様替えしたんですよ最近、なのでちょっと違います、配置が。本当はこっちになんか机があったんですけど、こっちに置きました。でこっちにベッドがあったんですけど、こっちに置きました。なんでかって言ったら、窓際にベッドを置いてたら朝暑くて、日で車高ではあるんですけど、なんか 60%70% ぐらいしかされてない気がするので、暑くてカーテンが暑くて、もうなんかしかもなんか日焼けしそうと思ってこっちにしました。枕こだわり、特にないけど、なんか素材はあれにしました。なんかサラサラ、髪の毛にが傷まないやつ、なんかサテンっぽいやつ。
まあ自分はなんか枕の下にこうやって寝たい派なんですよ。なのでちょっと低めがいいで、柔らかすぎないやつがいいな。確かになんかこの生地にしてサラサラかも。冷感タイプでもこれね冷たいんですよ。ひんやりアイス枕使うので涼しいんですよね。寝具どこで買ってる？どこで買ってる？分からん。あ、でもこれはフランフランで買いました。夏用のさってかぶる薄い掛け布団が欲しくて買いました。めっちゃでかいんですよこれ。あの2つに折ってるんですよね。ほらでかすぎて。めっちゃちょうどいい。これガーゼみたい。あと今日じゃないわ昨日の夜になんかふとクローゼットの中とかなんかここに服とかかけてるんですけど、その辺がなんか気になって仕方がなくてめちゃめちゃ掃除しました。夜中の12時とか1時とか。こういう服とかまで全然着てなかった。可愛くない？あれ別にセットじゃないんですけど可愛い。全然着てないと思って、着てない服を見つけて着るようにしました。スカートはギラギラ。ね、めっちゃ涼しい。これね着てないみたいな感じ、もうほぼない。クイズをね、あとまあでもこれぐらいでいっかって思ってきたんですけど、みんなにステッカーをゲットしてもらいたいので
別にそんな難しくない。あ、ちょっと愛媛のことにも、愛媛とか四国とかの問題も混ぜてます。例題？じゃん。愛媛県はどれ？意外とね、わからない人いる気がする。わかるか、さすがにめっちゃ簡単やね。でも時々四国4県言えない人とかもいる気がするので、混ぜてみました。これが出るかもしれないです、もしかしたら。え、うまい？なんかへんてこ。でもなんかこの点線のところだけ結構忠実に再現してみました。そんな感じです。これレベル。じゃあ、あともう一つ、こちらの読み方は何でしょうみたいな感じです。問題作るのうまくない？正解は言わんときます。もしかしたらあるかもしれないので、本番ん当日このクイズが混ざってるかもしれないので、うまいよね問題作るの。結構本格的です。めっちゃ簡単なやつもある、本当に。もう笑えるぐらい簡単なやつも混ぜましたので、気軽に並べます、私のレーンには。こんな、うん、まあでもなかなかの難易度のやつもありますけどね。ボックスの中にもうこの紙を入れといて、
引いてもらって読んでもらって答えるみたいな、それでブーピンポーンってやりますので、問題は皆さんが引きます。難易度で何か景品変わるんかな。変わりません、一緒です。時間がなくて一緒です。まあ、でも4時間あるんですけど、11、12合わせて4種類のステッカーがあります。時間ごとに、なので全部の時間に来てもらえたら4種類ゲットできます。もしかしたら私がデコったステッカーです。でもね、なんか曲名の問題とかも入れました。例えば思い出はてな手よかったハテナに入るのはみたいな、なかなかのところをつきました。思い出してかもしれないし、思い出せてその辺そういう系も入れたんですよ。意外と難しいかも、そういうのが。でも正解は思い出せてですよ。歌ったらわかる。思い出せて。でもこの思い出せてよかったは問題には入れてませんのでもっと他にあるんでちょっとどっちかどっちかわからんかもっていうような曲名が。そういうの意外と難しいかもね。こんばんは。そう、なんかサインとかサイン入りの、あのステッカーにしたくて、その場でサインしたかったんですけど、なんか無理っぽいので事前に書くことになりました。
んばんは。悲しい。リアルタイムで書きたかったんですよね、本当は。書くの早いし。出来上がりが楽しみ、ステッカーの。スマホの裏に入れても可愛いと思います。なんかどんなやつかって言ったら、あの自分がインスタとかに載せてるラムちゃんの写真あるじゃないですか、あれのあれみたいな感じ、あれのステッカーバージョン。はい、4種類全部違うデコリをしました。今何本ある？10、20、30、38もしかない。まあいけるか、ちゃんと混ざってればって感じ。クイズ4択とか、あと丸に入るのはみたいな感じのやつですね。そう、なんか4択、なんか選択の方が答えやすくないって思って、違うやつもあるけどね。これは見せてもいいかも。じゃん。STU の48の STU は何の略？ラッキー問題ってこと。ラッキーがついてたら。これは混ぜます。頑張って当ててください。距離はどれくらいですか？なんかわからないんですよね、輪投げがどういう感じなのか。当日にならないと本体がないので。輪投げもステーカーもらえます。もらえます。もう全部当たったら、当たったらステッカーあります。そう、輪投げは私が指定した番号に
入れれたらステッカーです。輪投げの方が難しいかもね。まあでも夏祭りって感じはする。難しいよ。確かによく考えたら輪投げの難易度がすごいかもしれん。入れば OK。 入れば OK にしようかな。どうしよう。確かに分からん。まあその当日に自分で試してみて、あこれはいけるわってなったらそのままでいくけど、めっちゃでっかい輪投げだったら多分簡単じゃないですか。ちっちゃいやつだったら難しいけど。え、確かにどんな感じで輪投げするんやろ。そういう場所あるっけ、お話し会のレーンに。当日考えます。フラフープでかすぎやろ。やば、自分に入ったらみたいな感じやん、フラフープは。自分が輪投げのなんか番号だとして、それはちょっとさすがに NG そう。ほぼ攻撃。輪投げ、うわ、まあでも当日になってからか。こんばんは。そういえばチョコミントのアイスを買ったんですよ今日。食べようかな今。いや、お風呂上がった時後に食べよう。しかも2つ買ってきました、ストック用で。しかもその前にアイスの実のぶどう味を買ってたことを忘れてて、それもあるんですよね。なので冷凍庫を開けた時に忘れてた、うん、買ったことを忘れてたアイスが出てきたら幸せやない。今日その感覚になりました。もうアイスはお風呂に、うん、お風呂上がりが一番よね。うわ、楽しみになってきた。半身浴しようかな。泡風呂を作って、冷蔵庫にないと思ってた缶チューハイ入ってたら嬉しいのと一緒。分からん。そう
その感覚はまだ分からん。カップのアイスです。なんかチョコ砕いて食べるやつみたいな、あんま詳しく見てないけどぎっしり入ってるらしい。こんばんは。ねえ、なんか冷蔵庫っていいよね。開けるの楽しいよね。なんもない時不安になる。なんか私が入ってて嬉しいなって思うのは、避けるチーズとか小腹が空いた時とかにめっちゃ食べるんですよ。酒チー、唐辛子味かローストガーリック味みたいなやつ、緑のやつかノーマルのやつ、なんか全部食べるかも。でもガーリック味、うん違う、何だっけ、コンソメ味か。酒チー、なんか自分はおつまみとかに食べるんじゃなくてもうそれしか食べん、酒チーのみ。しか食べないんですけど、なんか満たされるんですよね。しかもなんか2個セットで売ってたりとかするときに絶対買います。わかる？レアチーズケーキみたいな、なんかブルーベリーのやつ美味しい。あるんですけどね。食べようと思って持ってきたけどやめた。もう唐辛子味が一番美味しいかも。雪印メグミルクなんですね。自分はこうやって食べます。こうじゃなくてこうやって食べる。お疲れ様です。ねえ、もうお酒とか飲まんでいい。もうこれだけしか食べてない。私は結構渋めのおやつっていうか、なんかおつまみみたいなおやつが好きなんですよ。おやつではないけど砂肝とか。なん
かおつまみやみたいな言われるけど、好きなんですよね。今日ブックオフに行ったんですけどなんか帰り お仕事帰りにブックオフに、なんか行ってみてなんか楽器とか見るのが好きなんですよね。機材とか、あと本、なんかあとレコードとかめっちゃ置いてあって、なんかオタマトーンのカービィのやつとかくまモンのやつとかがあってめっちゃ可愛かったんですよね。オタマトーンのその顔の部分、ウェウェウェみたいなところの部分カービィになってるやつとくまモンになってるやつ売ってあって4000円ぐらい、2000円か4000円ぐらいだったんですよ。意外とするって思って買いはしなかったんですけど、可愛かったです、その特にカービィのやつが。あとキッズカメラみたい な, なんかこれぐらいの多分サイズのカメラがあって、それ買うか迷ったんですよね。でもなんかマイクロソフトみたいな、分からん、あんまりその辺は詳しくないんですけど、パソコンとかとつなげないとスマホに送れないんじゃないかって思ったら買いませんでした。なんかキッズカメラで撮った写真がなんかエモいみたいな、エモいらしくてがなんかそれで撮影してみたいかもって思って、ちょうどあったんですよ。見るだけ見てやめました。でも2800円ぐらいで売られてました。あとなんかジブリの君たちはどう生きるかっていうタイトルのなんか本家の方のやつがあって、なんか面白そうでした。でも買ってない何にも買わずに出て行ったんですけど、チラ見して
面白そうでした。なんか読み継がれてきた本らしくて。今度買うかもなって感じ。あとは自分が一番これ欲しいってなったのが美術館のなんかフォトブックみたい なんかめっちゃ分厚いこれぐらいのなんかパッケージとかもめっちゃ可愛い本が売られてあってもうガッチガチにガードされてあったんですけど中身をそれがなんかめっちゃ可愛かったんですよ。3000円ぐらい。それなんか欲しくなりました。あと死ぬまでに行きたい美術館みたいなフォームとかもあって、でもそれ見たら絶対に行きたくなるなと思って見なかったんですけど外国のやつ、日本じゃなくて。でも大塚国際美術館に行きたいんですよね。徳島行った時、今度行く機会があったら。駅様で行くけど多分すぐ帰るので、もうプライベートで行くしかない気はする。行きたいんですよね。行ったことないのでまだ。ね、なんか美術館って夏って感じがする。美術館とか水族館とか夏に行きたくなるよね。あとモネ展に行きたいんですよね西洋美術館で10月ぐらいから、10月やったっけ、なんか 10月ぐらいからあるですけど、そこにめっちゃ行きたくてでもまだチケット買ってないんですよね。東京なんですよ。なので、まあ、行けるかわからないし、地中美術館？どこ？こんばんは。ね、なんかちょうど行けたらいいんですけどね、東京行った時とかに。直島、
こんばんは。行けたらいいなって感じ。でもチケットの予約する画面ずっと置いてます、あの消さずにいつでも買えるように。こんばんは。あとトムとジェリー店みたいなやつもあって8月なんか9とかなんかいつやったっけ忘れたけどもう近々なんとか店みたいな好きなんですよね最近。美術館じゃない気がする。トムとジェリーはなんか普通になんとかなんかただの展示会みたいなやつだと思うので。どこやったっけ忘れたんですけどスカイツリーらへんどこやったっけ。でもなんかさうん行きたいなって思ってるだけですね行かなさそう。東京に住んでたらいろいろ行けるんかもしれないんですけど、やっぱ広島に住んでるってなったらその都心とかであるようなものはあんまり頻繁には行けないですよね。モネは京都にも来るね。え、じゃあ京都に行こうかな。何バナーってお話し会のバナーは画面を横にしたら表示されます。左上に京都行こうかな。多分画面を横にしたら表示されると思います。アンドロイド、え、わからん。じゃあ STU キャラーニで検索した方が早いかも。もしかしたら違うんかね、iPhone と。
確かに画面ずれるよね時々。じゃ何パルコのお化け屋敷って、あ、なんか見たかも。みたいな広告が出てるやつですか、なんか赤と黒の。いかんかも分からん。いつからですか。行くとしても一人ではいかんかもな。あ、でもメンバー誰も行きたいっていうメンバーいなさそう、お化け屋敷ショールームに欲しいなって思ってる機能あるよ横画面でも時間を表示できるようになったらいいなってこと。そう、縦で見てたら多分時間が表示されてるんですけど、左上とかに横にしたら時間が表示されないので、もし時間時計がない場所で配信とかしてる時にはあったらね、めっちゃ便利なんですよ。あと配信を始めて何分経ちましたみたいなのも普通にリアルタイムで知れたら嬉しい。でもなんか最近背景を好きに変えれるようになったみたいな見たんですよ、お知らせで。でも変え方がわからないんですよね。なんか好きな背景にできるらしいけど、やり方が分からん。そういえば前髪を切りました。あんま変わらんけど。花火の音と雷の音がそっくり。どういうこと？今鳴ってますか？なんか雷とか。でも昨日広島雷鳴ってた気がします。確かに。雷鳴ってたんですけど、めっちゃ晴れてました広島。怖いよね。自分もあの髪の毛を初めて染めに行くときに、美容室に行くときに
めっちゃ雨が降ってて、雷も、もう、何、自分に落ちてくるんじゃないかっていうぐらい、ゴロゴロ鳴ってて、ピカッゴロゴロゴロみたいな時で、もう服もべっちょべちょで、もうすいません、すいません、みたいな、なんか、千と千尋の腐れ髪みたいな感じで、もう、服から、もう、何?もう垂らしながら歩いてて、病室の中を。本当にすいませんって、思いながら。美容室へ行きました。めっちゃね、もう大変でした。なのでもう服が濡れすぎてお尻にずっとタオル敷いてました。美容師さんとはあんまり話したくはないけど、話しかけてもらったら話すって感じかも。なんか職業何されてるんですかって聞かれるのが一番なんかめんどくさくなるじゃないですか。いろいろ嘘ついたらもうずっと嘘つかないといけないので、それを聞かれなかったら話したいかも。なんか結構髪色とかいろいろ明るいのも OK な会社なんですね、みたいな。あ、はい、そうなんですよね、みたいな。周りの方も結構染められてるんですか?あ、はい、結構、みたいな。そういう会話が難しい。でも初めて行った時になんか、問診票みたいなの書くじゃないですか。カルテ、それに会話はめちゃめちゃ好き、やや好き、好き、そんなに嫌いみたいな欄があって、やや好きに丸したんですよ。なんか普通にしたらよかったと思って、ちょっとそこ後悔。そう、でもめっちゃ優しかったです。緑の薬剤を2種類混ぜて染めてみました、みたいな。お似合いかなと思ってって言ってくれて、めっちゃ優しかったです。愛媛の美容室難しいよね。なんか愛媛の美容室にも行ってます。でもなんで広島で染めたかって言ったら、のなんか予定的にこの日までにちょっと
染めたいってなって、その日のために染めました。いろいろなんか撮影とかの関係、日付の関係で広島で染めました。こんばんは。初見。でも確かに髪の毛切るってなったら愛媛で切るかも。ずーっとそこで切ってるので、でも切りはせんかもな、まだ。長っ。こんばんは。思ってたより切りに行かないね。そうよ。そうよ。伸ばすって言ったじゃないですか。伸ばしてるんでね、今は。長くない？2年、3年ぐらい切ってないかも。忘れたけど。まあでも長くなりすぎたら切りたくはなると思うので、その時ですね、切るなら。ドライヤー10分ぐらいかも。もう夏のドライヤーってね、嫌なんですよね。暑くてお風呂入ったのに汗かくみたいな。でこっから下は汗かくので、逆にここはかかないからね、そんないいんですけど。扇風機でいい？扇風機じゃ乾かん。もう強風じゃないと。めんどくさいよね、ドライヤーって。でも冬のドライヤーは好きなんですよね、あったかい。
浴槽浸かる、どうやろ、めっちゃ暑い時はもうシャワーですね。なんか美意識が高い時は使ってます。今日は浸かります。水圧？プールとか疲れが取れるってこと？プールとか全然行ってないかも。10年ぐらいプールとか行ってない。泳ぎたい、なんか冷たい水の中を。だから水着持ってないしな。かき氷はもう3回ぐらい食べました。でも自分ね、泳げないんですよね。得意じゃないんですよ。知らん人多いかも。泳げません、私は。平泳ぎとかしか泳げん。平泳ぎと犬かき。25メートル泳ぐのも辛い。下手なんですよね、泳ぐのが。毛伸びしかできません。ほぼなんか耳の中に入るのが嫌すぎて、水が。あ、でも背泳ぎはいけるんですよ。あの、息継ぎができなくて。背泳ぎって息継ぎしなくていいじゃないですか。多分息継ぎが下手なだけで、背泳ぎとかそういう系はいけるんですよ、多分。もう本当にプールの時間はね、嫌いでしたね。でもなんか宝石みたいな散りばめて、
多く取ったらいいよみたいなやつあったじゃないですか。知ってますか？あれは好きでした。あれ楽しかったんですよね。そう、なんか宝探し。小学生以来してない、そんなこと。でもなんか夏のプールも結構寒かった気がするもん。歯がガタ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 ってなりながらやってた記憶があります、小学生の時に。入る前になんか浴びるじゃないですか。あれが一番寒かったかも。懐かしい。あと目洗うやつ、なんかこういうこっから水が出るやつ、あれ嫌いでした絶対にやらないといけなかったんですけど、なんか痛かった目が。普通にこうやってやりたかった。え、今ない時代やん。知らんかった。あれ好きじゃなかったですね水中メガネ？何それ。でも全然ゴーグルとかしとったんですけどね。プール自体がない。でもなんか、うんなかったら夏感ないよね。でも時代は変わりますね。命札みたいなありました？愛媛だけなのかもしれないんですけど、かまぼこ板に名前を書くんですよ。住所と、住所ってっけ、なんか書いて、なんか監視員みたいな人に渡して、入る前に、で出てきたらそれもらって帰るみたいなあったんですけど、安全のために多分愛媛だけかも。もしかしたら。それがね、かまぼこ板だったんですよ。
愛媛あるあるなんかね、どうなんやろ。懐かしい。みんな持ってましたね。え、かまぼこ板でした？みんな。愛媛だけじゃなくて。そう、命札。そう、今この人たちが入ってますみたいな、多分確認用に命札があったんですけど、懐かしい。なんか夏休み期間だけ小学校のプールが使えますみたいな、自由に。その時に使ってました。命札って怖いよね、確かに。え、今もあるんかね。聞いてみよう。誰かに。 SNS の時代なので。確かに工事現場とかでも大事そう。今もラジオ体操とかやってるのかな。やってなさそう。自分もやってなかったし。最近やってない気がする。私はやってなかったですね、ラジオ体操。夏休みのプールなくなりました。何でもかんでもなくなるね。壇上を読みたいと思います。 ABC ハウスさん、キズナックさん、ミータさん、タッキーさん、サージカルさん、ムフムフスキーさん、トラさん、ムネカネヒロシさん、ウマちゃんさん、ヒロシさん、ウツボさん、トノサマドラゴンさん、オーツーさん、
もう8月なのか。お休みか。8月11、12は絶対に来た方がいいです。いきなり言うけど、お話し会、直接会えるお話し会。まだ言ってないことがあるんですよ、実は。配信の終わり際に。そうなので絶対に来た方がいいと思います。あることが行われます。行われるっていうか、販売されます。販売、うん、販売されます。何かが今のところ11、12で。お楽しみに。多分何にも予想できないと思います、皆さん。今の時期にぴったりって感じ。まあ楽しみにしててください。なので来た方がいいです。多分近々わかると思います。多分ね、まだわからないんですけど、楽しみにしててください。おやすみかん。